イリア・セルゲイエビチュ・クリムキンは、ロシアの男性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック男子シングルロシア代表。1999年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権、優勝、2004欧州選手権同メダリスト。ロシア語では、イリア・スイルゲイエビチュ・クリムキンが近い。モスクワに生まれ4歳でスケートを始める。1999年世界。 ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。1999年のネーベルホルン杯において、二つの異なった四回転ジャンプを一つのプログラムに入れることに、史上初めて成功し優勝。2002年 GP シリーズ NHK 杯優勝。2003年の夏にコーチだったイゴールルサコフが、長年の闘病の末に、ガンで亡くなりビクトール・クドリャフチェフにコーチを変更する。 2004から2005シーズンは怪我により主要大会への出場はなかったが2005から2006シーズンにはロシア選手権で2位となりりのオリンピックの代表に選出された鳥のオリンピックでは11位2007年4月にアマチュアを引退プロスケーターとしてのキャリアを終えた後はモスクワでコーチをしている独特の雰囲気を持ったプログラムはクリムキンワールドと評された 特に両足の膝を曲げて、上半身を後ろに反らせたまま行うイーグルは、クリムキンイーグルと呼ばれ、彼の最大の見せ場となっていた。2006から2007シーズン2005から2006 シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズン 8ABCD フィギュアスケート選手名館2006新書館2005年12月 P96 ロシアゴラテン本寺、 イリア・サーゲイビッチ・クリンキン、小坂・明編、カラーズ2007フィギュアスケート男子特本青葉出版、2007年3月、P111、斉藤・孝子編、カラーズフィギュアスケート男子、シングルフォトブック青葉出版、2006年2月、P107-2002、2003、ISU グランプリファイナルは、フリー演技を2度行った。順位決定方法については2000、2001、 ISU グランプリファイナルを参照のこと、ありがとうございます。